はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回は最強腹筋4分間バージョンを行っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。それでは早速種目を紹介していきましょう、はい、1種目目、まず上体を落としながらもも上げ腹筋を行っていきます、はい、これはもうどんだけ早く動かせれば、しどいどんだけ早く動かせるか、はい、もう肩甲骨をしっかり浮かした状態でね、もも上げをしっかりしていきましょう、はい、2種目目、こちらも上体を起こした状態から上体がいっぱい出てきましたけれども、はい、ここから腰を回していきます。腹斜筋ですね、腹斜筋をしっかり使っていく、くびれを作っていくトレーニングでございます、はい、こちらを全力ですね、こちらも速い動きで回せていけるように、で目線はまっすぐですね、こちらを行っていきます。今回はこの2種目を交互に行っていきます。秒数は20秒、10秒のインターバルで行っていきます。もう原点回帰です。はい、そうですね、もう速い動きでしっかりね、やっていこうと思いますので、追い込みましょう。もう楽しく追い込んでいきましょう、はい、それではこちらをご覧ください、どうぞ。はい、それでは4分間トレーニング始めていきたいと思います。さあ早速行っていきましょう。まず体を起こした状態で、まあ頭の後ろに手でも OK です。ここからしっかりもも上げをしていきましょう。いきましょう。さあもうどんだけ早くまずもも上げできるか、この20秒間をしっかり全身全霊でもも上げしていきましょう。気合い込む。そう、今日は気合いを入れてテンションを上げながらやっていきましょう、はい、めっちゃしんどいな、いや1週間目からやばいな、すごいすごい、俺もちょっと今日はね、ちょっと喋り続けながらやっていこうと思います。ちょっとうざい人もいるかもしれないですけど、どんどん足を上げながらはい、休憩休憩休憩よし、体倒しながら次は、はい、回します。で、足は浮かした状態、これバランス取るの結構難しい、そうなんです。でも、体がね、歪んでこれはでも、余裕のある人はペットボトルかなと思ったら、ダンベルとかね、いいでしょう、これガーあのね、全然喋れてないわきつ3種目目いきます、頑張って、もも上げいきましょう、はい、はい、そう、さあ足を出すあれやべやべおぉテンション上げてきつきつ、やばいよ、飛ばすぎたわ、飛ばすぎたできないからね、まだ半分やで、まだ半分やで、頑張りましょう、はい、カメラの前の皆さんも頑張ってるはずやから、倒れてまう、あかん、
ダメだ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 。はい、こちらで4分間トレーニング終了となります。ダメだ。はい、ということで、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。今日はね、まあまあまあちょっとテンション高めにやりきろうかなと。本当にね、ここで撮影するのが久しぶりなんですよ。久しぶり、最近外にばっかり行ってたんで、はい、まあ、久しぶりに2人でここね、いつもの場所で4分間撮りましょうっていう風になったんですけど、はい、で、まあじゃあ早速じゃあ原点会議でちょっときついやつやろうかって話をして、はい、きついやつをちょっとテンションで乗り切ろうっていう風な作戦を僕は1セット目したんですけど、はい、タバタタイマーが聞こえないっていうね、ちょっとテンション上げすぎてね。でもこれ本当畳1畳あればできるんで、こういったね台風の多い時期とか、うん、雨の時期とかはすごいおすすめです。そういうすごい追い込めるし、いやマジで追い込めるんですよ。マジで追い込めます。これこれね8セットきっちりやってくれっていう、はい、トレーニングじゃないと思ってるんですよ僕って。もしかしたらこれが4セットとか3セットでバテバテになるかもしれないんですよね。それでもいいから、人によっては全然そうそう、それでいいからしっかり追い込むっていうのがこれ目的だと思ってるので。そう、昔中学校の時体育の先生が 1500m 走る時に、うん、もうペースを考えて走るなと、うん、もう最初からもう最後どこまでいけるか分かんないけど追い込めって言ってたんですよ大山先生が。大山先生見てる、はい、大山先生、大山先生言ってたんですよ、はい、もうそれと一緒です。確かにね、はい、だから本当に4分間やりきろうっていうトレーニングじゃないので、うん、そうそうそう、これ全力でどこまでできるかなんで、うん、僕ら見てたら分かると思うんですけど、大体4セット目でも限界来てたんで、はい、皆さんは、ね、皆さんはもしかしたら8セット目までちゃんと限界でいけるかもしれませんし、はい、僕2セットだったっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけれども、皆さんぜひ自分の限界に挑戦していただければなというふうに思っております、はい、はい、ということで今回は4分間トレーニングを行っていきましたが、はい、これからも4分間トレーニングちゃんと上げていきますんで、そちらの方もチェックしてください、はい、また僕たち Twitter、Instagram の方もやっております。そちらの方まだフォローしていない方はぜひぜひフォローしてください。お願いします。もちろんこのチャンネルの、チャンネル登録こちらの方もよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。テンション高めだけどこれ大丈夫？